C をちょっと放送、これ放送外だったよね。で、難易度5クリアしたんで、ちょっとやってみようかと思いますが、どんなキャラかというと、攻撃をしなくなる、ダメージ50%分の幸運が上乗せされる、ダメージを受けた時に爆発を起こし、100%のダメージを与える、これなんていう、クローバーの絆ごとに。仲間にその種類があるんだよね、確か。多分。見た感じ。これについての説明ないような気がするんだけど、まあよく見てると仲間が多分属性みたいなもんだと思う。その仲間を手に入れるときに、この数字が書いてあるんよ。その数字のことだろうね。与えるダメージプラス50%。ハートゲットしたとき幸運プラス2。幸運でダメージを出すっていうタイプのキャラっていうことよね。で、ダメージを受けた時に爆発を起こし、だから、攻撃をしなくなるって書いてあるパターンのやつ、こいつもそうだけど、は、飛ばすことができない。基本的に普通のキャラは、飛び道具として定期的に弾が射出されるんだけど、それができないというだけで、頭突きみたいな、あれはできるから、そう。射出されるあれがないっていうことね。で、その代わり、まあ、体当たりでダメージ出すみたいな感じよね。ダメージ受けた時に爆発を起こすと。で、100%のダメージ。で、ダメージに50%分の幸運が上乗せされるから、敵に体当たりした時に幸運を上げてると大ダメージになるってことね。で、仲間の種類。まあ、あんまり種類見て入れてないけどね。クローバーの絆ごとに与えるダメージプラス50。結構でかいね。で、ウェーブが切り替わる、あと、ハートゲットした時にか、幸運プラス2。で、幸運初期値30。ヒットポイント上限、ウェーブ切り替わる時に4上がっていくってことか。行ってみよう。ウェーブ交代。初期値が30。で、追加ダメージは0だから、体当たりした時に、30のダメージになるってことかな。100%のダメージ、0の、30かな。見えんかったな。35出てる。35出てるな。あと幸運が32。あれ、幸運32で、当たる34、なんか上がっていってんの、なんだ、あ、ハートか、ハートだ。あ、そうだ。しかもこの仲間がハート落とすんよ。ガールっていう名前だったかな。この仲間が定期的にハート落とすから、それ拾うことによって回復もできるし、幸運も上がって、その体当たりのダメージも上がっていくということか。ガールね。そう、ハート1個5秒ごとにか、落とすと。で、おじいは、ハート拾ったら幸運がプラス2されるので、ヒットポイント回復プラス、体当たりした時のダメージが実質上がっていくと。永久期間みたいな感じになっとんな。この2人の組み合わせが。なるほど。ヒットポイント上限はあんまり減らない方がいいよね。幸運プラス20。油断のレッドのダメージマイナス6。弾の反射プラス20。幸運は上げた方がいいから買っとこうか。これでいいかな。They're here. 幸運60だから、ダメージマイナス6になったらどうなるんだろう。52だから、なんか微妙にずれてるよね。54じゃないんだな。あ、54だった。あれかな？敵の、あれも設定されてんのかな？敵の防御力みたいな。歩容場だからありえるよね。これ、雑魚とかには、50、今55出た？ 64。58出ないとおかしいね。55。防御力が設定されてんのかな？
でしっかりハートは取っていくと。で鎧大事だね、幸運。まあでも鎧は大事だな。仲間どうなんだろうね。まあ、極論カチカチの鎧にして最大ヒットポイント上げてヒットポイント回復ガン盛りすれば、まあ、走ってるだけでコインも集まるしっていう状態にはなるんだろうけど、そんなうまくいくんかどうかわかんないの。だからまあ仲間も適度に入れとこう。回復はまあこの仲間のあれで回復するか、ハートで。ハート落とせ、ハート落としてくれよ。あれハート落としてなくね。あ、やばいやばいやばい、待って、いやつん油断した。あー、もう一回行くわ。なんかハート落としてくれなかったんだ。まあ期待しても良くないか。何この武器、なんかトイレのあれかな、スポンってやるやつ、詰まったらやるやつかな、この仲間が持ってる武器。ギリギリまで体当たりしてコイン集めた方がいいのか。ヒットポイント上位、ヒットポイントがあんまりしたい。あはは、多分これ多分そうだよね。どんな武器で戦うの。仲間強っ。この謎の生物40ダメとか出てる。負けてらんね、強っ。何ルンバかな、お掃除ロボットみたいな綺麗にお掃除して回ってくれる。まあ、仲間は入れていこうか。いや、あのルンバ強っ。いや、あいつほぼ一人でやったら、あいつ ハートをしっかり取っていけ。危ないな。ダメージプラス12。自分をバフした方がいいんだけどな。幸運とあとまあ耐久よね。鎧を上げたいよね。鎧と最大ヒットポイント。衝突ダメか。あ、今次の戦闘だけ鎧マイナス10、耐えれるかな。でもヒットポイント回復絶対欲しいしな。ボス来るとこだっけ、来ないところか。仲間もなかなか入れたからなんとか倒してくれ。体当たりしたいところで、今回はちょっと体当たりすると危ない。危ねー。よし、ヒットポイント回復をなんとか手に入れた。またか、緊張すんだよなこれ。行っとこうか、仲間追加して4ね。マイナス14って
一瞬で溶けるとヒットポイント39なんか。あの回復もまあまあ早い、まあまあ早い、あ回復まあまあ早い。でヒットポイント回復大事なんよ。でも仲間にやってもらう。危ねえ、うまあ、これありがたいんよ。この帽子すごい、あ、これも、あ、これ欲しかったな。あ、でもヒットポイントの方が大事。鎧ちょっと手に入れんとまずいな。ルンバよ、ボスをやってくれ。もうおじいさん、体当たりで、体当たりが魅力のおじいさんだけど、油断しない。油断せんぞ。鎧がなかなか手に入らんな。27もヒットポイント持っていかれ、持っていかれて一瞬止まるよね。たっけー、コンプラス20、弾の反射、おじいさん弾コンプラス20か。いや、それより耐久が欲しいんだけどね。ついでいっか。They're here. 仲間の数で圧倒する。あ、でもあれか、だいぶ回復も早くはなってきてるのか。ドリンク購入したときこんなコマンダメージプラス5。ハートによりヒットポイント回復か。まあでもでかいかな。移動速度10か。から5か。5になるのか。ハートによりヒットポイント回復。いやー、でもちょっとやめとこう。移動速度、敵の移動速度プラス7もきついな。まあまあでもヒットポイント回復プラス5は魅力的。あ、鎧プラス4。まあ幸運ちょっともったいないけど、背に腹は変えられん。これでやっとゼロだからな。鎧ないとどうもなんないの、こんなの。3か。こいつはいっとくか。
これいいね。これもありがたい。これでいいか。次ウェーブ9か。鎧欲しいな。全然鎧が出やがらん。止まって、ヒットポイントが終わる。逃げろー。いや、ちょっと追いついてない。敵の殲滅が追いついてないんよ。全然追いついてねえから。危な。条件プラス4、攻撃速度か。次で10か。うわ、きついかもな。ダメージが上がりきってないよね。あっ、強っ。てかやっぱ鎧が全くないのがちょっと、ほぼ出んかったね。1回だけ変えたんかな。体当たりが魅力のキャラだから、じゃあ回避を上げてもあんま良くはないんよね。結局耐久を上げんといけんから、鎧とヒットポイント上限を上げないといけないんだけど、意識してても出なかったね。もう一回行こうかな。いや、いけるかな。でこれ難易度5を1回クリアできたの奇跡的だったんかな。あ、武器がまた違う。ネギ持ってる。初音ミクみたいな。で今度はちょっと戦略変えてみようか。あ、どうかな。ちょっと全く箸にも棒にもかかんないかもしんない戦略。おじいさんをひたすらあげる。まあ、本来それが一番いいはずだよね。おじいをもう仲間全員全く増やさずに、あ、ガードが出たら買うけどくらいの。一か八か行ってみようか。全くすぐ終わっちゃうかもしれないけど。攻撃範囲、ハートによるヒットポイントか。こういうなんかあのおじいさんの特性を伸ばすもののみ行ってみようか。更新料ほんともったいないけど。鎧プラス1、あ、移動速度マイナス1ごとにか。ヒットポイント条件、幸運、まあ幸運より鎧かな。耐久に全振り。本来そういうキャラだもんな。どうなんだろうな。これだとはヒットポイント回復とかがないとちょっと辛いんだけど、あ、でも1回の爆発、あ、危ない。ちょっと仲間があれだな。あんまり離れるとハート出す頻度も下がるかもしれないね。幸運プラス15。ちょっとかたくなにおじいをバフするぞ。ヒットポイント回復プラス4。次の戦闘抜けれるかな。次をなんとか
吹き飛ばし変えないかな。こればっかり出るね。攻撃速度、あ、これ買った方がいいな。あ、次どう使えないや。よし、これはここはちょっと避けまくらんといけんかも。あ、このタイミングかよ。ちょっと仲間がちょっとあれだな、当てにならんな。これ早い段階で1回当たってダメージは十分だね。で、しっかり回復して違うキャラか。トゲトゲボールのあれはもともと攻撃しないんだよね。だったらこれは持って移動速度上げたらいいよね。これおじい相性いいかも。これで鎧が7になった。かなり熱い。ヒットポイント上限15、買えないよね。もう回避率、まあ、回避はできるに、まあ、回避は別にあっても邪魔そんなに邪魔にならないか。逃げないといけない時もあるからね。あとはヒットポイント回復4ね。最大ヒットポイント、こいつはまとめて爆発だからめっちゃまとめて一発でバシッとで、ちょっと離れて回復してバシッと、あ、結構こういう立ち回りじゃね。あぶねえ、こういう立ち回るよな。攻撃速度が上限、攻撃速度が上限まで引き上げる主人公モンスター10体倒すごとにヒットポイント上限プラス1。これチャンスか。体当たりで倒せるからいいよね。ダメージプラス 10% 貫通、攻撃速度プラス3、まあおじいに関係しないからスルーしとこうか。移動速度はありがたい。ヒットポイント上限マイナス5、移動速度プラスなんだっけ、なんか買ったよな。移動鎧、あ、じゃあ鎧3ポイントごとに、あれ移動速度によってなんかなかったっけ。鎧のあれによってだったっけ。鎧3ポイントごとに主人公の衝突ダメージだったっけ。攻撃速度が上限、これさっきの移動速度じゃなかったか、勘違いか。ヒットポイントの上限は下げない方がいいな。主人公が攻撃してる、攻撃に入るんかな、あれ。攻撃速度、このスルーで。ヒットポイント上限。もう一個くらい買えないかな。買えないか。まだ4か。ちょっと尖ったやり方してると緊張感がすごいな。48。
もうちょっとまとめて。よし、お、だいぶ上がった。駆け引きに成功したな。上限、ドリンク購入するときヒットポイント上限プラス。ヒットポイント移動速度、敵の移動速度か。うわー怖いなー。あ、これありがたい。あ、これ買えなくなっちゃった。ヒットポイント72の回復4、鎧7、回避8。弾に当たるのが一番まずいよな。まだ敵に体当たりするのはメリットがあるけど、プラス6、これはいったろう。30しかない、今6か。鎧13、いいね。これ回復が追いついてきたらかなり熱いんだけどね。回避ポイント回復遅すぎるな。極力1箇所にまとめて、よし、この感じで極力ケムに巻いて一箇所にまとめて、よし、これまあ本来の戦い方なんだろうね。でもやっぱ分かってても思い切りがいるよな、こんなパラメーターの上げ方するの。鎧プラス1、でもちゃんとあの尖った感じ、性能を最大限生かす上げ方して実際強くなるっていうのはやっぱゲームバランスがいいってことだよね。移動速度はありがたいけど、まあええか。あ、これチャンスだな。これいったろうか。これいったろう。最大ヒットポイント上げるチャンス。モンスター10体倒すごとに上限プラス1。今82ね。They're here. まとめて。極力もうまとめて、最後の最後にやるくらいでいい。94、12上がっ、12上がったから120匹倒したってことか。回収、まあ別にいいか。攻撃速度、
貫通も関係、回心率って関係あるのかな。うわ、これ欲しかったな。異常限。ヒットポイント回復がちょっと欲しいけど、なんか敵早くね、なんか早くね、逃が絶対逃がさんつもりかなこいつら。うわちょっと待って、危ないかも。無理だって。頑張ったのに。いや、結構いけるかなと思ってたら。ヒットポイントも100まであって、鎧も結構詰めてたから。あー、でも限界あるんだな。あのパターンでいけてたら美しかったんだけどな。まあでも、性能最大限生かす上げ方するのは結構楽しいかもしれないね。ちょっとクリアできんかったけど。まあまあ一応裏で一回こいつ、難易度5クリアしたということで。あんまこればっかりやってもね、微妙なので、白菜じゃないわ。キャベツを俺クリアしたとこ見せてるかな。ちょっとこれ赤切り替えていってみようかな。